中西さんです。よろしくお願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんはじゃないですかね。まだ、今何時ですか。4時5時半。5時36分だね。じゃあこんばんはでいいですかね。はい、紹介いただきました中西隆と申します。今日はですね、ちょっとどうしたもんかなってちょっと思ってるんですけど、あの、ポークとミュージックニューミュージック、ロレツが回ってないですね。好きなんですけど、どういう曲って言われるとなかなか難しいとこあって、でもですよ、僕のあの、喋るのが大好きなので、喋ってきっとあの時間がなくなるかなと、あの、期待してますけどね。高校時代にアイドルだったアリス、チューリップ、オフコースはまあもうちょっと後ですけど、ちょっと一曲あの今日はアリスの曲を、あ、でもですね、あのこれ当時あの武道館ライブの今井君 LP がありました。英語への脱出っていうあるんですかね。あれがね、なぜかね、僕の家に2セットあるんです。自分は買ってないんだけど、なぜか2セットあってですね。で、まあ、だからどうだとか、そこに入っていた、あの割とあのそんなに有名じゃないかもしれない曲で、僕大好きな曲がある曲の、堀内さんが歌ってたね、写真の彼方っていう曲があります。エコーを深めにかけてくれ。外人舞台の若い兵士がいつも夕日に追いかけていた。ふるさと遠い自分のことを忘れてくれと不幸と目のわけじゃない、幸せを飲んじゃいけない時がある。いつも時代は若者も時がある。
ありがとうございました。ちょっとね、真面目に歌ってみました。そうですね、本来ならですよ、本来何が本来か分かりませんけど、アリスさんを歌って、で次はチューリップさんとオフコースさんで行こうかと思ったんですけど、やめます。ちょっともうちょっとメジャーな、ね、曲を、これはフォークソングか違うじゃないかということはあるかもしれないですけど、まあ、いつも喋っててですね、時間切れで今日は25分なんですけどね、そうすると大概3曲歌えたらいいとこだって。まだ今これがとりあえず18時5分まで OK ですか、はい、時間たんまりありますけど、でもね今日はね決めたんです、歌中心に行くということで、面白くないですね。久口さんの、ね、歌をお聴きしてて、僕はちょっと気持ちが折れてしまって折れたのか。いやいや、しゃべりもお上手です。どうしたらいいんだと思って、でちょっと違う、思ってた曲と違う曲をやってみようかなと、思います。多分これも聞いたことがあると思います。会いたくて会いたくて、この胸のささやきがあなたを探している、愛しさの花から抱えては微笑んだ、あなたを見つめてた遠い春の日に、やがて時は過ぎゆき、どうかの春の日、あなたは眠るように空へと旅立った。会いたくて会いたくて、この胸のささやきがあなたを探している。で次この後もだんだんそういうフォークかニューミュージックかと言われるとですね、そういうのはいいですよね。
今日はいいって言われましたね。オペラはやめといた方がいい。オペラはそうなっちゃう。はい、ということでですね、時間を確認しながら、まだまだ大きいですかね。じゃあ、次はですね、ちょっと最近また地震がね、いろいろやっていますので、地震以外にもいろんな災難があって、で正月には空港で大変なこともあってありましたので、で振り返るといろんな大変なことが世界中で起きていて、いつもこんな真面目な話しますかね。大体、はい、ということで、大体取り留めがないかな。そうですね、取り留めないんですね。次の歌は、これも多分皆さんよくご存知なんですよね。チューニング編ですかね。チューニング編のロゴに。すいませんね、これまたこういう時間。耳がおかしかったみたいですね。はい、これまで時間を送っちゃったので、多分ですね、次の曲を歌ってその後もう一曲いくかどうかぐらいになりますけど。すいませんね、こういう人間なので、中道隆と言います。聞こえてますか皆さん。覚えて帰ってもらえると、ちょっと話しますけど、昨日ですね、ガリアのハイオアシスっていうところで、昨日と今日と西三川フォークジャンボリーっていうのをやってまして、で昨日は私そこで出させていただきました。僕一人じゃなくてもう一人、今野君っていう若い子と二人で、フォークジャンボリーなんだけど、フォークじゃない曲をやってしまったというね、Come on, baby, don't you go away っていうのをね、フォークジャンボリーをやってきました。でももう3回ぐらい同じ曲やらせてもらってて、一応選考があるんですけどね、それスイートホームシカゴって書いて出してる、出演OK って言ってもらえてるんで OK かなと思ったりしてるけど、何したっけか、で全然関係なかったです。はい、次の曲ね、これ、聞いたことできっとあると思います。押し上げて手を伸ばす君、5月ここどうか来てほしい、水際まで来てほしい、つぼみをあげよう、岩の花なみずき、薄紅色の可愛い君、果てない夢がちゃんと終わりますように、君と好きな人が100年続きますように。白い蝶々を追いかけて、白い尾をあげて、母の日になれば。水木の葉を食ってください、またなくてもいいよ、知らなくても
年月強これはこの曲はですねアメリカの同時多発テロ911あれで被害に遭われた人を、まあ、思って一つ葉さんが作ったのがね、歌われた曲だそうです。僕は最初それ知らなくてでもこの曲いい曲だなと思って弾き語りで歌い出してそうこうするうちにあそういう歌なんだ当時の鮮明に覚えてます。僕は仕事から帰って家に入ったらテレビの、多分もう 10時過ぎか11時ぐらいだかもしれないですけど、2期目が見るのに突入する画面がニュースで流れていてあれはこんな映画あったっけって思ったんですよその時はね。でえって思ってすごいことが起きてんだって思ってで それ以上の話がすいませんちょっとなかなかうまくできないでもそれくらいインパクトがすごくてなんだろうな、ちょっとごめんなさいちょっと今日調子が悪いなということでですね、あと10分ぐらいですよ。ちょうどいい頃から10分というと僕にとっては10分であと最後に1曲をねあ、ありがとうございます。泣きました。いいでわかったですね。何をやるんでしたっけ？あ、そうだ。いろんな人が残念ながら亡くなれる悲しいニュースがいっぱいあります。音楽関係、自分の好きだった。ミュージシャンの方もここ2、3年でポコポコポコ亡くなられたとかあと、まあ、そうじゃなくても万人にとって万人にとって言い方はなんかこの辺ですね、いいか何の話かというとあれです、タラコさん亡くなりましたね。ひまる子ちゃんすごくほんわかとした漫画で僕大好きで雰囲気がね大人が多分大人受けする漫画昭和の漫画だもんですね。で、タラコさんに亡くなられてでそのちびまる子さんのちびまる子さんじゃないなちびまる子ちゃんの、テーマソングとかいろんな意味曲がいっぱいすごい人がいっぱい書いててその中でもこの曲僕大好きでちょっとね、歌います友達探しに行こうよ
なかったらさっきみたいにじゃあ一緒に楽しいことなら夢見ることなら夢いっぱい今すぐおしゃれに着替えて友達探しに行こうよ。いいですか、皆さん使ってます。これからまだ5分ぐらいですからね。じゃあこれで皆さんのところも回っていきますからね。楽しいことならいっぱい夢見ることなら目いっぱい今すぐおしゃれに聞かせて友達探しに行こうよ。楽しいことならいっぱい夢見ることならいっぱい今すぐおしゃれに楽しいことならいっぱい楽しいことなら目いっぱい今すぐおしゃべりに着替えてこの世に染めれることならいっぱい夢見ることならいっぱい今すぐおしゃれに着替えて友達探しに行こうよ。いいですか。楽しいことならいっぱい夢見ることなら目いっぱい今すぐおしゃれに着替えて友達探しに
すごいなってるし。レイドアウト。ちょこちゃん。